ター発掘バラエティー、ウイチ塾長のあとは任せた。この番組は引退間近のロートル2人が今までお世話になったパチスロ界のために次世代のスターを発掘する番組です。そしてこちらがスター候補の4人、4人のうち1人が番組のゲストとして MC2 人と出玉対決を行う。もし2人に勝利することができれば次回もゲストとして出演することができる。そしてテレビには映っていないが、ゲスト以外のスター候補3人も出玉対決を行っており、その勝者が次回ゲストとしての出演権を得る。さあ今週も始まりました、ウイチと塾長のあとは任せた。さあ、あいにくの雨模様の中、神奈川県は平塚市のじゃらん平塚店さんにお邪魔しておりますが、なんと今日が4月の4日というね、ゾロ目なんだよ。暑い、今日は言うんじゃないよ。いやいや、一発目のこんな偶然があるもんなんですよ。あるね、たまにな。いいんですか、ガイドの皆さん。大丈夫ですよ。大丈夫、まあ、僕も大丈夫ですよ。なんかツイッターとかも敏感になってるみたいです。ちゃんと告知しましたか。一応ね、あのお店にはあのホームページに載せないでくれってお願いしてたんだよな。ビビりすぎ。しょうがないんだから。まあまあ今日しかねえからな、こんだけ人数。わざとやったわけじゃないですからね。ありますね。しょうがない、しょうがない。たまたまここしかみんなのスケジュールが合わないから、しょうがないっちゃってるだけなんで。さあ、というわけで神奈川県なんですが、はい、普通だと9時開店なんですけど、はい、今日はね、あのキングパルサーが多分導入されるあと南国なので。あ、南国物語、南国20代、あれも今日なんだ。南国20代、金箔10代ということなので、9時半開店という、はい、ちょっと変則オープンになっておりまして、ね、はい、皆さん抽選を今受けてまいりました。はい、出ました。どうですか、いい番号引いた人いる？はい、はい、え、何番と？83番。やったね。おい、やったな、ジー。ジーじゃねえ、これやろ、お前。ジーじゃねえって。ド M。一瞬滑ったぞ、83番。大丈夫か、ジー。お前のその滑りにさらに拍車をかけた。気をつけろ。寝坊してトレンチ引っ掛けてきただけのことはある。寝坊じゃねえって。下はパジャマでしょ。ふざけんじゃないよ、お前。バカ。パジャマにコート1枚で。おい、ジー、お乳のスリーカーだね。お前もだな。雨降ってんのに今日よく会いに来たな今日。さあ、というわけで何番号はどうだったの。はい、108番。118。あ、来たね。俺一番いいじゃん。僕31。あ、じゃああれだ、主だと弦が。なんでみんなカメラに向けてんのに出さない。これな、83番。83がベストなの。あ、20番がいるんだ。20番がいる。160ぐらいですかね、並びは。あ、そんなにいたね。でも朝から取れないです。そうなんだよね、神奈川県の新装のシステムで、キングパルサーとそれから南国物語はおそらく検察の検査が終わってからになるんで。あ、じゃあ影響中に来るんだ。ここも、多分ね、僕らの収録が終わる頃じゃないかな。あ、なるほど、ね、下手すると、だと思うので、はい、まあ、それ以外からという感じになると思います。はい、はい、そんな中、今回のゲストは、そうだ、初です。初。この前 J がやってくれたおかげで助かりました。ありがとう。お前さ、お前ら JJ なんか俺のことバカにしてなんか聞くところによるとスタッフもかけて俺のことを J って呼んでるんですけど、うわ J 来たよみたいな。後輩も俺いないところで JJ にしてるらしい。バカにしてる。それじゃないよ。お前初めてだろ。初めてです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まあ、5回ぐらいは粘りたい。そうですね、3回、おもと3回さ、行こう。これ3っすね。まあ、それも超えで、はい、これトップでしょ。だって圧倒的でしょ。まあ、星の数見ての通りですよ。おー、そう、今回から星を超えてついてるんですよ。つきました。開示よろしく。つきました。やめそうな。ほら、いっぱい。ほら絶対知らない。32、隠しの星が2つあって汚ねえ、汚ねえ星が2つあるからすごい山田さん、星の数だけだったら今日は。あ、実はお前ピンピンになってる。怒られた。めくられたのに怒られた。D に怒られた。 D に星の数はモロゲンが3つ、そして小月が2つ、桃田、はい、が4つと。はい、で、スズムシは何？3つです。3つ、はい、あ、こいつ今日負けたらやばいんじゃない。やばい。そうですか。もう1回リーチ。まあいいな。リーチは1個なの。ゼロで出るってことはないの。ゼロで終わりです。ゼロになったら終わる。だ、今日再開になったら、はい、リーチ。もう2ヶ月が最短ですね。2回が、はい、あるよ、あるよ。だから今度そっちに行けそうなぐらい惜しかった展開だったから、なんかその危機感がなかったのよ。
また元に戻ったなと思って。あ、じゃあ行きますか、そろそろ。今のとこ使われないでしょ。使わない。そういう顔してた。あそこに行った瞬間にムカつくな。いいが、そういう顔してたよ。ポカーンと口開けたもんな。終わりました、はい。もうすぐね、あの再生列の時間なんで、はい、そろそろね、行きたいと思います、はい。初めてゲストとして参加するスズムシ君、どんな立ち回りをするのか。ファーストラウンドスタートです。今日は人多いな。あれ、僕は北斗どうかなと思ってますけど。俺ぐらいか。こんな朝から A タイプ打とうっていうのは、ボーナスタイプ打とうって俺ぐらいだな。誰もいねえよ、みんな A的って。多分北斗の転生からスタートしようと思います。ちょっとやっぱガンダムかな、俺大好きだから毎回。リニューアルオープン&寝台入れ替えなのか。ガンダムでいいでしょう。1000で当てるよ。1000だと。なんでこんな日にわざわざ花火を打つかというと、実は金パラ今日寝台で検査の時間によって打てそうなんですよ。なんであっち打っちゃうと AT 打っちゃうといけない可能性があるんでっていうことで花火にしました。やっぱ金パラ打ちてえじゃん、金パラ先生的にはね。そういうことでございます。よし、頑張ろう。はい、それじゃあ初ゲストの、ここから伝説作る覚悟でいきますよ。番組が終わるまで僕ゲストやります。え、一応前日のヤメゲームスが213ゲームなんですよね。ただ安倍氏だから、まあ、ずれて、おそらく2ごろ256安倍氏とかでやめてると思うんですよ。二五郎安倍氏だと仮定して、リセット状況変更かどうか見ていこうと思います。ここ間違えたら結構アウトなんですよ。さあ、というわけでようやく開店いたしました。皆さん多分ね、今日はパチスロが多分今日暑いんだよ。あの寝台入れ替えで肉種入ったりで、皆さんが盛り上がってるので、あんまりそういうのにこうワイワイ乗っかっていくとね、雰囲気に飲まれてやられてしまうことが多々ありますから、今日僕は、機動戦士ガンダムラストシューティングかな、初めて打ちますけども、過去のガンダム全部大好きだったんで、一日これで楽しみたいと思っております。319分の1だね、319.7分の1。下手なちょっかいを出してほしくないもんだな。あれ、スレッカー注意の声変わってるね、多分。多分変わってたな。
全員なんかエフェクトかかって変に聞こえるだけかな。僕らはどうしましょう。アミドがガンダムで出ますって。おっとっとミドリースター、おい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 、いいじゃない、ギズルでしょ。おい、ララも赤くなった。もう一回、あれボタンブルった。ほらほら言ってるじゃん、これ大丈夫だろ、もう言ったろ、これまあ出ますよね。あれ弱くねえか、星一つ半だよ。まあ発展はするだろうけど。嘘でしょ。大家みたいなのがパイロットとは。嘘だろ、あそこまで言っといて。時が見えるあれ、なんかみんな楽しそうだな、エテキそりゃそうだよ、こんななんかリニューアルの初日にね、時間差オープンでいねえよ、そんな後ろ向きのやついねえよ。ここみんなあのボーナスタイプなんですけど、さすがにないね。みんなエテキ攻めるよね、攻めるよな。俺番長とか一瞬考えたんだけどね。そんなことよりもキングパルサーが打ちたい。入りました。2000円だったね。しゃ、ゴッドゲーム47ゲームゴッド。先に引かれた。チキショー、チキショー。ああなるほどね、ロータリーで打つってのは面白いね。これの次は近いところでバーで、次がドンか、単独ドンで、次に三連ドン。いいね、早く回せそうな気がする。カメラマンがずっとおきどき見てるから、主だが2000点目ただすぐ当たってるウケる、頼むビッグで、頼むビッグちゃんでお願いするしますよ。やだよバケ、こっちか、よし。118ゲームですね。総投資が4000円でございます。本日ビッグ一発目でございます。よいしょ。さあここから
子役すら出ない、フラッシュすらしない、バカにしやがって。ラスト1ゲームで入った、やったー。これとか多分ドンだと思うんだけどね、違かった、あ、そっか、風鈴か、ここで止まったってことはドンかな、実は違うかもしれないです。あのすいません、あの最近あの下段をし始めたもんであんまよく分かった。よし来た、大花火、ドン続きて、よしできた、もらった、8だな、これ8あるな、設定な、メガネ落ちてきちゃった、よしもういいや、キングパラザ今日もうキンパラいいかな、俺花火の構成って、ね、打ったことないからね、まあ分かんないですよ、まだまだ分かんないですけど、どんな出方するんだろう、さっきの入り目すごい気持ちいいよね、あれみたいな、お、120128安倍氏で、まあまあまあ見頃までありますからね、とりあえずチャンスゾーンというか朝一は2セット後、ここら辺に入ったらうろ覚えですけど結構暑かった気がしたんだよな、あ、チャンスパターン、あ、これあるかもしれない、欲しい、チャンスパターン、うわ、おお、これあるわ、142安倍氏、142ゲーム、投資6000円です。やったやった、案外あっさり。あや。青、オーラ青。よしよしよし。うわ、懐かしいな。お、枠は赤、2個、計4個、よしよしよし、
何もない。一個。いや案外大事だよここは。一発勝負ですからね。ああもうダメだ。隣の台が600安倍氏ぐらいでやめてったんですけど。なんだ毎回ちょっと厚めになるのかな。またボタンブルッと成果を上げてご覧に入れますよ。私はただメルマの使者です。メルマの使者は全てのメルマのです。もう一丁、はい、まあ、さっきもこれでしたけどね。あ、ラナーが緑のままだ。緑だね文字が。おったー、さあシャアが来たよ。あれー、これでも星3つなんだ。シャーザクだからかな。違う、王じゃねえわ。これがなんか足もなのか赤なのかわかんないね。当たった。あ、かっこいい。かっこいい。にょっきり。あの最後の頭がなくなるところですね。あ、割とすっきり当たったな。いいですね。よしよし、6500円、134回転。シャアを傷つけるいけない人、あなたの横にはシャアです。どっか空いてるか。開いてないね。エルメスバトル。あ、そうかそうか、 ST かどうかこの後の 51% なんだ。忘れてました。ダメ。いやいや、復活あるっしょ。あるでしょ。11ラウンド。あ、ダメでした。ただの時短に行くっぽい。
ったら当たりなのかな。あっけなく終わりましたけども、1回目なのでよし。ちょっとトイレ行ってその後スズムシの様子を見に行こう。なんだ、なんであんなとこ打ってんだ。ちょろっとこっちを見たけど出てないですよね。あいつもうどうつぼですか。残念、1回で脱落でしょうね。ボッシーは頑張ってんのかな。うわすげえ、なんだよ、全力全力全力だ全力。開いてんじゃん、誰も打たないんだよ。すげえ。バジリスクの巻物ぐらいの確率でビッグに行ってる。ハズレも結構出るんだよ、あの花火ゲーム中の。え、花火ゲーム中のハズレも大体ワンビッグ1回ぐらい出てるから。ビッグ中はまだ出てない、これから、これから出る。ゲッタマもゲッタマ。いや俺パチンコ当たっちゃってる。マジで早いね。あのガンダムしかもかなり回るよ。マジで今22個ペースだもん。今日スズムシ勝ち目ねえな。あいつまだ金入れてるから。ないわ。どうだかゴトリーって1000円くらいで。1000円くらいで。あいつええなー。強い、あいつ。やばいね今日は。盤石だね。盤石。スズムシ乾杯の巻になりそうだ。うわー本当だ。あ、あいつでもゴッドゴッド引いてもう移動するんだ。ダメなんだ。ゴッド引いたけどあの台は違うってこと。39ゲームでゴッド引いたけどあの台は違うから流すみたいな。プロだね。あいつやっぱなんか引きも強いね。というわけで今週はここまで。果たして勝負の行方はどうなるのか、来週もお楽しみに。 Okay.